コンタムリープを意識し、次元上昇を目指す、そんな2日間だと意識してください。ようこそ、急ぎの龍神舞ユニワの実りで元気で健康に過ごしています。予言天狗三春です。今回も神様からの予言をお伝えします。6月10日11日一粒万倍日、実の日、不成就日、複合開運日についてお話していきます。6月10日11日は連続する開運日となっていますが、世間一般ではいくつもの開運日と表日が重なっているので開運日ではないとされてもいますが、あなたはその日をどう過ごせばいいのかご存知でしょうか。今日は世間一般では6月10日、6月11日は開運日が消されてしまっているとされている、特に6月10日について、世間一般で言われていることの勘違いの部分を正し、本当の6月10日、11日のエネルギーの話をしたいと思います。この2日間のエネルギーの流れを理解し、それを活用することで、あなたは未来に大きな影響を与えることができます。そして今日お伝えする中で、開運日の次元上昇に関してすごく大事なお話をしたいと思います。このことは今回の開運日だけでなく、今後知っておくべきこと、知ってほしいことをお伝えします。ですから、あなたが今この動画を6月10日11日を過ぎて見ているとしても、過ぎてしまったから関係ないやじゃなく、最後まで見てこのことは知ってほしいです。6月10日11日の2日間は理想の未来を作るために重要な日だと言えます。この日に神様からの愛が込められていると言えるようなエネルギーが流れていますので、それを知らないともったいないんです。もしこれらの日のエネルギーを意識せずに過ごしたとしたら、なかなかない貴重なチャンスを逃してしまうという結果になります。多くの人が開運日というもの、そのような日々に流れているエネルギーを意識せずに過ごしています。その日その日に流れているエネルギーを知りもせず、認識もせず、そのことを活用することによって本当に人生が変わると思ってなどいない、そういう人がほとんどだと思います。でも、正しい前提知識とそのエネルギーの流れの乗り方、それが分かっていて実践さえすれば、人生はどのようにでも変えることができます。ぜひそのことを知って信じてほしいです。本当に人生を変えてほしいのです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは6月10日と11日のエネルギーの流れを理解します。そしてそこに込められた神の愛を知ります。神様がお求めになられる方向へ、その日のエネルギーの流れを最大限に活用して、理想の未来を実現できるあなたになれます。未来を上向きにする絶好の2日間を生かしきるあなたになるための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。6月10日11日はどんな日なのか。まず6月10日は一粒万倍日であり、実の日であり、不成就日です。一粒万倍日と実の日が重なるのはものすごい開運日なんですが、世間一般では不成就日は凶日、何をやってもうまくいかない日とされているので、この日の開運パワーは消えていると大体が理解しています。6月11日が一粒万倍日なので、結局単一の一粒万倍日という理解が一般的だと思われます。でもこの組み合わせの妙、神様の愛があるんです。6月10日11日で一粒万倍日が連続になっている、これは神様が日本人に下ろしたご期待であるユニワ稲穂の進捗、この進捗が発動する日が連続一粒万倍日。ユニワ稲穂の進捗というのは、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさいという神様からのご命令、それがユニワ稲穂の進捗です。この進捗が発動しますので、お米を育てる、お祭りする、食べるということをすることで、この日のエネルギーに大きく乗り、今までとは違う延長線上に移ることができるんです。今までこのような流れであったのが、いきなりこういう風に飛ぶ、そのようなエネルギーの流れがあると知ってください。そしてこの知るだけでもすごいことになるんですけれども、さらにもっと運気を上げ、神様のサポートを受けられるためのこの日の生かし方をお話ししますので、しっかりとご覧ください。一粒万倍日とは、このチャンネルでも何度もお話ししておりますが、一粒万倍日というのは13元律という
宇宙法則、宇宙のすべては13の数玉、一太二様、いつむゆ七や九のたり、もうちよろずのすべてのことが進化発展していき、最終極まってそこから収束し、消え、また生まれ、進化発展していくという循環をしています。その中の8、矢の数玉が宿っているのが一粒万倍日。しかも2日連続一粒万倍日には、言うには稲穂の進捗、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させる、そのようなエネルギーが流れている。だからこそこの日は進化発展の流れなので、新しいことを始めると大きく飛躍が訪れるという日です。実の日とは、実の日は13元律では6、無湯の数玉が宿っています。無湯の数玉というのは、理想に向かっての行動、実践、理想の追求、そして太陽であり、太陽が燃える、人間関係の結びという意味を持ちます。その中で実の日は、理想に向かって進もうとすること、そのようなエネルギーを後押しする流れがありますので、実の日は自分の理想を明確にして、そこに向かって小さな一歩でも進もうとすることが、実の日のエネルギーを受けて、その日を吉日にするんです。お金でいいことがあったり、人間関係でいいことがあったりする吉日になります。それは実の日だからというよりも、実の日のエネルギーに合うから、そのような吉日とすることができるんです。不成就日とは、不成就日というのは何をやってもうまくいかない日ということなんですけれども、何をやってもというのは間違いで、行動することは恨みに出やすい。ただし、沈思黙考する、自分を振り返る、反省する、そして未来をイメージして未来を考える。そのような日としては、この日5、いつの数玉が流れていて、考えたり見つめたりすることが、この日のエネルギーに大きくアシストされ、他の開運日との相乗効果を生みます。5の数玉というのは、いつ、いつというのは、when のいつ。そして、is ということで、出ることを is と言いますが、出る場所、どこ、where という意味のいつ。ですから、5の数玉が意味するのは、いつ、どこで、どこに自分がいるのか。世界の中心地の私がいる場所は今ここということを表しています。ですから私は今ここにいて、どこに目指して進むのか、理想を明確にすること、今いる自分の場所からその理想までつないだ直線、これを自分軸と言います。この自分軸を確立させるのが5の数玉。この世界の中心は自分であるという理解と、自分がこの世界をどうしていきたいのかという理想の把握。それをすることによって、6の手前のいつは自分を知ることになり、その次の無湯という理想への行動につながっていく大事な数玉を持っているのが不成就日なんです。だからこそ6月10日は振り返る、反省する、イメージする、未来をプランニングする。ということが、この日のエネルギーに沿い、未来をより良くすると言えます。グレゴリオ暦で見る6月10日11日。グレゴリオ暦というあなたも使っているであろう物質界を表す暦。このグレゴリオ暦が世界中であまりにも使われすぎているので、この数玉がアカシックレコードに上がり、物質界に影響を与えています。すると、6月の6というテーマは、理想への行動。理想への行動をすると、この月のエネルギーがあなたをアシストしてくださいます。そして10日は足りる、満ち足りる、準備が整うという意味であり、11日は次元上昇を表します。1のゾロ目でもあるので、すべてが一体であるということを表します。つまり、グレゴリオ暦的な物質界におけるこの2日間のエネルギーは、次元上昇への準備を整え、そのまま突っ走ろうとする意識が大きな成功の鍵であるというエネルギーが流れています。カタカムナ・カズータ暦による6月10日11日。気の領域を表すカタカムナ・カズータ暦という暦で、この日の数玉を見ると、6月は理想への行動ということで同じですが、6月10日はカタカムナ・カズータ暦では6月22日、11日は23日になります。6月のテーマは物質界と同じなので、理想への行動をすると、気の領域においても理想の実現に対してアシストの流れが起きます。そして22日というのは、
は、2がゾロ目で、二極化の調和が大事である。陰と陽の調和が大事であるという気の領域のカズ玉になり、この22は太陽の次元を表すカズ玉でもありますので、この日、二極化に巻き込まれてしまうと、泥沼に落ちる。でも、調和していけば、大きな発展につながる。それが6月22日。そして23日は、2は二極化で、3は命。命の三重構造を表します。また、23というカズ玉は、シリウスの天体高度であり、浄化のカズ玉です。つまり、この日は二極化の流れはあるものの、それは同じ命として調和する意識を持ち、二極化に乗らない自分を禊いでクリアリングし、チャージングするという意識によって、気の領域とつながり、具体的な物質的な成果につながりやすい日。それが、カタカムナカズータ暦の6月23日となります。それらを踏まえて、6月10日、11日はどんな日になるのか。この日は大きな飛躍のエネルギーが流れている日だ。そんな2日間だと、まずは知ってください。この大きな飛躍のことをクォンタムリープと表現することができます。クォンタムリープとは何か。今から少し難しい話をするかもしれませんが、なんとなく理解する感じでいいので、ぜひ聞いていただきたいと思います。クォンタムリープというのは、いきなり飛んで次元を変えることをクォンタムリープと言います。日本語で言うと量子飛躍と言いますが、量子という原子の世界は原子核があって、その周りを K 核、L 核、M 核、それぞれの核と核の間は繋がってないんです。K 核から L 核は頑張って移るのではなく、一瞬でピューンと飛ぶんです。そのピューンと飛ぶことを量子飛躍と言います。ざっくりお話ししますと、原子の基本構造のこの原子核の周りを K 核という核があり、そこには原子が2つ入ることができます。そしてその外側に行けば行くほどエネルギーは高くなる。原子核の引力から解放されて自由に動けるエネルギー状態になっていくのが K 核よりも L 核であり N 核ということになっていきます。この原子核を核から飛び出てその次の核に移る。それが量子飛躍ということでざっくりと理解してください。これをもっとわかりやすい事象でお話ししますと、この量子飛躍という核から核への移動というのは、頑張って積み重ねて、ちょっとずつじわじわと達成していくものではないんです。そのような努力の積み重ねではいけないんです。完全に断絶があるんです。これは時計のアナログ時計とデジタルクォーツで比較すると分かりやすいかなと思います。このチチチチチチというアナログ時計ではなく、ピッ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 と動くデジタル的な動き。これが量子飛躍です。過去の歴史を見たら農業革命という革命が起きて農業が一瞬にして進化しました。いきなり機械化による農業により収穫高が大きく増えました。これは量子飛躍したんです。その後、産業革命により、産業自体がまた機械化で大きく進化しました。これも今までとは全く違う次元に行っていますので、これもクォンタムリープだと言えます。そしてこれから来る、もう入ってはいますが、AI 革命、チャット GPT のような人工知能によるできることの広がり方、これはまさにクォンタムリープです。神様からのご期待である地球の次元上昇というのは、頑張って積み重ねてそこに行くということは非常に難しいんです。そのような積み重ねではとてもいけないんですが、ただその積み重ねをする人が大きく増えた時に、いきなり量子飛躍をして次の次元にポンと上がる。そのようなことが起こるし、それをクォンタムリープだとお話ししています。そしてこの6月10日11日はそのような大きく飛躍してしまう、今までの延長線上じゃない次の次元に飛ぶような、そんなエネルギーが流れていますので、あなたが今までのように同じことをやっていたとしても、いきなり次元が上がってしまうということが起こりうる日、そう考えてください。そのような流れがあなた自身にも起こるのだということだけ理解してください。それを踏まえて6月10日11日にやるべきこと、今お伝えしたようにクォンタムリープを意識し、次元上昇を目指す、そんな2日間だと意識してください。次元上昇を起こす最も大事なこと、それは神様からご期待されている天命地命画命という理想に向かって行動をするということです。
天命、地命、我命というのは、天命は神様から一人一人に与えられた命令であり、ご期待。そして地命は日本人に降ろされた神様からの命令。冒頭でお伝えした天上無休の進捗。これが日本人に降りた神様からの命令であり、地球を次元上昇させるというお役目です。そして我命は天命を全うするために、地命の実現に向かうために、あなたが志としてやりたいこと。自分のことだけではなく、他の人に益するあなたがしたいこと。それが我命。この天命、地命、我命に進もうとする、行動をすること。それにより次元上昇を目指す。これを意識してほしいです。そのために具体的にやってほしいこと。一つ目、10日に理想の具体的なイメージを持ってください。そしてその理想を実現するために何するかを決めてください。これだけでいいです。この日はそれだけ。その時にちっちゃなことでもいいです。これは例えば玄米を買うとか、そんなことを決めるだけでもいいです。気をつけてほしいのは大きなことでなくていいんです。小さなことのスタート、行動を取ろうとすることが大きな量子飛躍につながるということを信じて、小さなことを始めようと決めてください。そして二つ目、一粒万倍日の二日目の11日にそれを実行する。例えば先ほどの玄米を買うことを決めたのであれば注文をする、もしくは買いに行く。これで OK です。ここでのポイントは、今までと違うことをすることが大事です。今までと違う未来を見ようとすること、それが様々な変化を作りますので、言ってみればできるだけ楽なことがグーです。今回の10日11日は10日で具体的な理想のイメージを固めて、そこに向かっての小さなやることを決める。そして11日にそれをやる。それでこれからの未来を大きく変えていきますので、信じてやってみてください。そして3つ目、このちっちゃなことをしたらクォンタムリープが起こるとイメージしてワクワクしてください。これで未来めっちゃ良くなります。では今日の話をまとめましょう。6月10日は一粒万倍日であり、実の日であり、不成就日で、一般的には吉日とされませんが、実はすごい吉日ですよというお話をしました。そしてその次の日、6月11日は連続一粒万倍日の2日目であり、新しいことを始めることに向けて大きな神様からの愛のエネルギーが降りている。しかも神様からの進捗であるユニア稲穂の進捗というエネルギーが流れていますので、何かを始めると大きく花開く。それがいつも以上に流れているのがこの2日間であるということを理解した上で、やるべきことをお話ししました。一粒万倍日という8の数玉、二の日という6の数玉、そして不成就日という5の数玉、またグレゴリオ暦では10日11日、カタカムナカズータ暦では22日、23日、13元律の多くの数玉がこの日に集まっていますので、この日は大きなクォンタムリープ、量子飛躍、大きな次元上昇が起きやすいエネルギーが流れているということで詳細にお伝えしました。ですから10日11日はクォンタムリープのような大きな発展、大きな飛躍が起こると考えて、自分自身に起こるイメージを持ってくださいということでお話ししました。そこで6月10日11日に具体的にすべきこと3つ。1つ目、6月10日に理想の具体的なイメージを固め、そこに向かってちっちゃなことでいいから何をするかを決める。本当にちっちゃなことで決めてください。そして2つ目、11日にそれを実行する。例えば10日に玄米を買うことを決め、11日に玄米を注文する、もしくは買いに行く。そのようなことでも OK です。今までと違うことをすることが大事であり、その今までと違うことをすることが大きな未来の発展につながるというイメージをしっかりと持ってください。そしてすべきこと3つ目、これをしたらクォンタムリープが起こるとイメージして、ワクワクしながらこれからの未来を楽しんでください。それで間違いなくあなたの未来は上昇気流に乗っていきます。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今、予言天狗と LINE でつながっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししていますし、天命、地命、我命の決め方についての大事な情報や、自分の中で気の領域という見えない領域と身の領域という見える領域を統合させる、気と身を統合させて君が世を作る、そのことにより神様とつながっていく
最も大事なことを自分の中に下ろしていく真の瞑想法、丹田活瞑想についての情報などを配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。以前もご紹介させていただいた燻製の土鍋、いぶし銀で焼き芋が美味しく焼けます。あなたは焼き芋は焼き芋として買ってますか？それとも家で焼きますか？これが実は燻製鍋のいぶし銀でめっちゃ美味しく焼けるんです。2、3本のさつまいもを入れて、蓋をして中火にかけて20分。途中1回ひっくり返します。そして20分経ったら火を止めて15分。その後、用紙を刺してスルッと通るようになってたらもう焼けてますので出来上がり。めっちゃ簡単です。そしてホクホクで美味しい焼き芋になります。今畑にさつまいもを植えているところで収穫が今から楽しみだなと思っています。収穫したらいぶし銀で焼き芋で楽しんでみようと思っていますので、またご報告させていただきます。ということで、ではまた。